大大です。今日は2月の13日ですが、まだ大大がなってます。色が来ていますね。来ているっていうのはこのオレンジ色になっているということなんですが、大大というとお正月にあるやつなんですね。あのお餅の上なんかに飾ったり、お飾りについてますね、あれが大大です。でもあの時に出荷するのは11月後半12月頭に、飾り用として出荷されています。なのであの時はまだ色がついていない、まだ青い大大ですね。この時期になるとちょうど色がついてきて、いい色なんですが、大大という名前ですね。大大は落ちないんですね。切らないと落ちないんです。ずっとついています。大体もう3年ぐらいはついてますね。だから代々って言うんですね。代々家が続くようにってことで、何年も落ちない、木から落ちないから次の代が出てくるまで落ちないということで、代々続く、こういうことで代々という名前になったそうですね。でこの代々は、木から落としますね。じゃないとこの今残ってるのは正月に出し切れなかったというか取り忘れの代々たちですね。代々をつけてますと来年の実がなりませんから、代々の実の方にですね、果実の方に栄養がいってしまいます。木に栄養がいかないんですね。だから来年の実がならなくなってしまうので、全部切り落として捨ててしまいます。それがもったいないという人がいるんで、それを持って帰って、これ半分に切ってですね、お風呂に入れると肌にいいらしいですね。肌がこうツヤツヤになるそうですね。でもこれお風呂入れるとチクチクするんですね。そのチクチクするのがなんか、なんでしょうね。それが成分がなんか、効いてるそうです。でこの代々は、お正月頃にあるんですけど、スー代々というのがありますね。スー代々っていうのとこの飾り用の代々があります。スー代々というのは酢につけて食べるやつですね。これは飾り用ですので、食べてもあまり美味しくないですね。酢につければ、食べれますけど、酸っぱいですね。そういうことです。でこの代々の特徴としましては、このぼっちですね。ぼっちの部分ですね。見えますかね、これ。見えますかな。ここですね。これが花の形になっていますね。花の形、ぼっちが花の形になっています。これが代々の特徴ですね。これが綺麗なやつほどいい代々と言われています。代々でした。